キャマス軍は、アメリカ合衆国アイダホ州の中央部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は1117人であり、2000年の991人より12.7%増加した。軍庁所在地は、フェアフィールド市であり、同軍で唯一かつ、人口最大の都市でもある。1917年2月6日に、 アイダホ州議会により、ブレイン軍から分離して設立され、軍名はこの地域で見られるユリに似た植物で、インディアには開拓者が食料としていた球根がある、ひなユリを意味している。アメリカ国道20号線が、軍領域の中央を東西方向に走っており、その標高は5000フィート以上ある。アイダホ州道46号線が、 アメリカ国道20号線のフェアフィールドの東4マイルから南のグッディング群グ,グッディング市都をつないでいる。1948年にオープンしたソルジャー山、スキー場はフェアフィールドの北12マイル、ソートゥース国立の森のソルジャー山にある。フェアフィールド市にあるキャマス軍庁舎アメリカ機兵隊がボイシトリデに駐屯しているとき、 キャマスプレーリーの南部はその馬に草をはませる重要な土地だった。1869年、アメリカ合衆国上院が批准した条約により、キャマスプレーリーの代わりにカンザスプレーリーの部分がバノック族インディアンの保持する土地となった。この条約を転記したものによって誤りが犯された。間補修にはカンザスプレーリーという場所がなかったので、 バノック族の条約による権利は無視された。数人の開拓者が、バノック族の伝統的な食料であるひなゆりの根を豚に食べさせているところを見つけた。バノック族は抗議したが、効果はなく、これが1878年のバノック戦争の原因になった。この地域の開発は深い雪とバノック戦争によって鈍化したが、農場主や牧場主は、 まもなく良い水、木材、草及び水流の豊富な魚を見出した。フェアフィールドの北東約4マイルにキャマスプレーリーでは初の町としてソルジャーが設立された。鉄道が軍内で建設されたがソルジャーを通らなかった。キャマス軍が設立されるとフェアフィールドが軍庁所在地となり人口の大半はそこへ移動した。フェアフィールドの南西数マイルに ラバ鉱山地区があり、1880年代には、甲府が集まったが、キャマス軍の主要な魅力はその農業地であり続けた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1079.02平方マイルであり、この内陸地は1074.96平方マイル、水域は4.06平方マイルで、水域率は0.38%である軍内の、 最高地点は北西部にある標高1124フィートの2トポイント山である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。